チャオ、あっちゃんです。正月2日目、あっちゃん家の晩ご飯は今日もおせち料理いただきます。しょう、ではね、いただきます。まずお雑煮、それはあとね、器とかお箸とか洗ったらあかんねん。で、三が日、食器を洗い物したらあかんねんて。だから一応ね、使い回してんねんけど。うん、おいしいね。何残ってんの、高野豆腐食べた。ことぶき。うん、あ、美味しい味に炊いたろ。うん、うん、結局お雑煮ってさ、お味噌汁に根菜お味噌汁にもち入っただけだから、普段作ってもいいやんね。うん、うまい。昼間に初詣行ってきて、帰ってきてから10時間ドラマ中心ぐらい見とってない、アコーロー見とってない。10時間ずっと酒飲みながら、さっきの続き、昔時代劇大嫌いって親が見てて、今見ると時代劇って面白い。年いったかしかな、日本の良さっていうの分かるね。かなり事実とはねじり曲げられてるところもあるけどね。めっちゃ辛いためにね、めっちゃ皮食べる。あかんの、いや、あかんことないよ。バリバリ言うて、いや、ええと思うけど。エビ、これ何やったっけな、タイヤ、まあんま、柔道部の男女6人が連続で的を狙う。挑戦するのは1人目、柔道部部長斉藤君、2人目、柔道部ムードメーカー山口君、最後は途中で柔道部の大会で最後の実力者寝ちゃった。10人目は藤井田志郎さん、5人目は女子部長野和さん。何がついたの、寝ちゃった人。
福屋が俺だよね。寿司料理って結構豪華な割に食べるもあんまりなかったですよね。いろいろ種類あるけど、おお。一緒じゃん。ゆっくりおせちを食べてね、行きましょう。ね、これでやったらこっちのうちのとは違う。いつもって書いて、いつもって書いて、うん、安定のだし巻き、だし巻きじゃわ、だて巻き、うちの甘み控えめやな、うまい、うん、ほぼ変わらへん、ちょっと甘みが強いかな、うん、はっきり言うとこれ、もっと砂糖入れてもいいのかもわからない、こっちがいい、うん、こっちがいいです、
昇進保存サーバークリームエイトコーデック、高感度高画質スタービス2を搭載し、夜間でも高精細に明るく撮影、日本製ドライブレコーダー ZDM、 見た見た、めちゃわ、もえ。あんちゃんよくおせちのね、酢の物が好き。子供の頃からね。うまっ。飲むんで締めて。ということでね、2024年のおせち、多分今日で全部終わるかな、まあ、酒飲みながらちびちび行くか、まあ、それは光るわ、食べるかも分からへんし、うん、今日食べてしまってもいいし、3日目残すのちょっとどうかなと思うからね、傷んじゃったら嫌やし、寒い年はね3日持つんだけど、あったかい年は3日目ちょっとやばいからね、うん、美味しい、美味しい、うん、うん、美味しかった。一旦ごちそうさま。この後ゆっくりね、お酒を飲みながら、ちび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 、ちょこちょこ食べて、ゆっくり夜を更かしていきたいと思います。ということでね、正月2日目、あっちゃんちの晩ご飯、今日もおせち料理でした。一旦ごちそうさま。美味しかったです。ではまたね。バイバイ。明日、初詣行こうかな。